皆さんこんにちは、太郎です。本日は5月11日土曜日です。はい、ということでですね、本日もやってきました。今日はね、はい、堤防農道、去年開拓した、はい、堤防農道ですね、ここにやってきました。もちろん昨日と同じね、昨日のハイ濃度と同じくイノシシをね、忌避するためにやってまいりましたね。えもういつ以来だろう、去年の冬以来、ほぼ半年ぶりぐらいかな。どうなってるか正直わかりません。まあ、草丈は想像よりは低いですが、まあでもね、あぜ草刈り機のエンジンぐらいまではあるかな。そういったところです。こんな状況ですけど、しっかりね、今日現状をね、確認していこうと思います。とりあえずあぜ草刈り機と、あとね、ノコギリね、ノコギリ、ノコギリを持ってね、やっていこうかな。ということで、はい、早速やってまいりましょう。久々のね、もうほぼ買いたくて言ってもいいんじゃないかな。エンジンかけます。まだ本調子ではないんですが、まあ、きついきついって言ってもね、仕方ないので、まあ、結構薬飲んだんでね、はい、和らいではおります。よしねえ、せっかく去年開拓したけど、もうこんなですもんね。あんまりね、やるとスズメバチ、アシナガバチが出てきますので、そう、これ竹引き用じゃないやつ持ってきてしまったな。竹引き用持ってくるべきだった。また最初からやり直し、嫌ですね。それはあんまりね、こっち側で作業すると本当に出てくるので、いやだな、竹も生え始めてるな。今ならダメージも少ないだろうから、スライドまで一回通りたいけどな。ちょっとなぁ、ちょっとなぁ、あまりね、スライドもこれに使いたくないんですよね。まあすごい期待の声はありますけどね、まあ、正直もう、スライドまではしないかなぁと思いながらね、はい、思っております。よいしょ。そう、レッド、まだあのタケノコ状態なら切れるな。よしよし、折っとこう、とりあえず折っとこう、そうだね、折っとこう、折っとこう、よし、折っとけ。
あ、これはもう硬くなってるね。よしよしよし。あー、アジクサカリキが倒れた。やばいやばい。よし、やばいやばい。オイルが上がる、オイルが上がっちゃう。よしよし。よいしょ。やばいぞ、全部こんな状態か。だとしたらまたすごい時間かかりますね。まあ一からではないにしても結構手間なんですよね、この竹がいっぱいある状況というのは。で、竹は切ったら、それっと。なんだこのツルは。このすごいネリネリのツルも厄介だな。なんだこれは。これも折れてるんだけど、このツルが巻きついてて。あんまりね、こっち側をガサガサやってると蜂が出てくるのでね、私の去年の経験が。よし、そうレッド、そうレッド、おっしゃ。よし、こんなもんでしょう。さてさて、取れてるね。よし、進みますか。口が開かないな。そうレッド、さあ行こうぜ。757、この辺普通に軽トレで入ってきてたんですけどね、去年。怪しいところありますけど、まあまあまあ、
イノシシの跡はない。これ一つ安心材料ですね。跡がない、嬉しい。なんだこのちっちゃい笹みたいな木は。
ってたみたいですね。ちょうどね、そこにね、去年私が辞めた水路の橋があるんですよ。で、この辺はススキがバーってなってて、ああ、もうちょっとなーっていうところで、開拓シーズンが終わりましたが。ああ、懐かしいな。小学校の頃以来だ。小学校の、なんかね、抜け道でそこ通ってたのを覚えます、覚えてますね。小学校の登下校。ただ、こっちは通ってませんでした。あっち側を通ってました。なんと、これ犬の散歩来るんじゃない？いらっしゃったんですよ。もしかしたら
が、ちょっと低い竹が、車の、まあ軽トラの走行をね想定して、トラクターとかそう思うと低いなと思う木は切っておきましょう。よいしょ。あとそうですね、あとここですね。うん、ここも低いんだよね、全体的に。ノコギリあるしな、今のうちにやっとくか。こいつが邪魔してるね。とこいつ、このツル、ハチもいないし、今がチャンスだ。あとはこれ、なんか束になってますね、ほんと。もだね、よいしょ。なんでくっついてるんだ。まだくっついてるな。これか。去年私が切った跡がありますね、いっぱい。よいしょ、これか。どれだ、これか、これか。うわ、これ、よし、いっぱいあるな、鶴が。すごいですね、鶴というものは本当。よし、よし、うん、綺麗になった。ちょっと最後にお行儀が悪かったですけど、鶴も切っとこう。鶴はね、ほんと後で悪さしそうなんでね。まあ、また蜂がいないわけじゃないんでしょうけど、この蜂が少ないというね、安心感は、うん、今しかないのでね。よし、ここもね、あ、これね、イバラね。よし、イバラも危ないからね。よし、イバラは、はい、処分しましょう。
はい、ということでね、今一往復してきました。いやー、ほんと田端開通嬉しいですね。でね、ちょっとこれだけじゃ物足らないので、ちょっとあと一往復しようと思いますが、長くなっちゃいそうですので、ちょっと中締めという形でね、ここで一度締めさせていただこうと思います。はい、まあ、こんな感じでね、ぼちぼち肺の動もね、管理しながら、ぼちぼちではありますけど、しっかりイノシシはね、忌避できてればなと思います。今このような方法を取ってますけど、もちろん私が住んでいるのは宮崎県宮崎市であってあるの海側ですね、しかも東側で、はい、山間部ではないので、まあ獣害、イノシシとかねの害で言えば軽い方です。なのでガチの山間地と比べるとね、まあ、そんなものかと思われるかもしれませんが、まあこういう形で忌避していこうかなと思っておりますので、まあご理解のほどよろしくお願いします。はい、でね、まあまた頑張れよと応援してくださる方もね、また来ていただけると嬉しいです。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよと思った方も、うーんと思った方もですね、いずれにせよコメントと高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。はい、ということでね、中締めをしました。まあ、まだねお付き合いいただけるよという方はね、お付き合いいただけると嬉しいですが、ちょっと中締めもいたしましたので、まあ、あまりもうちょっと喋ることもなく、あと1億はね、黙々と買っていこうと思います。イラッとするので来ておこうなと。よし、
か。まだタケノコみたいに柔らかいので、止めておきましょう。このぐらいで。
はい、ということでね、はい、2回目の作業、2往復目終わりました。もうね、はい、ほぼ喋らずにね、ちょっと喉が痛かったので、もう、はい、黙々と買ってましたが、いやーよかった、うん、広がった、何より広がった。もうトラック、もう2往復するとね、もう車両が通る幅としては余裕ですので、はい、まあ、よかったです。トラクターはちょっと、もうこの時点で開通してますからね、アゼクサから来てね。トラクターをここからわざわざ入れる必要もないのかなと思っておりますが、確かに乗り面はあるっちゃあるんですよね。乗り面する気もないですけどね、はい、とりあえず道、この道をね、稼げればいいかなと。よし、まあ、何よりね、ほんと、まあもうね、これ向こう行けば繋がってますが、棚ぼたですけどね、どなたかがね、向こう側からね、攻めてたんでしょうね。よかったよかった、繋がったよ。まあただね、さっきね、年に2回と言いましたけど、まあそれは対竹の問題でありまして、もちろん台風の後とかね、そういったのが来るとまたあれがバサッと倒れててね、状況変わりますし、うん、でまた来年の春にはまた竹が生えると。なので、ね、まあとりあえずこの車両の幅分確保しましたけど、はあ、またね、その竹対策考えないと通れなくなっちゃうなというところですね。まあただこのぐらいの幅になったので、とりあえずね、お散歩したい人はできるんじゃないかな、繋がってたし向こうまで。まあ、何よりね、この2つの地区をね、繋げたというのがね、あのさっきね、さっきのところを返して違う道に出れるんで、要はね、ここをね、周遊コースとしてね、お散歩することもできるんですよね。もう例えば向こう側からこう来て、さっきね、あの棚ぼたで開通してたところですね、まあそこ辺からまた向こう側にこう行くことができるので、もしね、この地域で、私の住んでる地域で見てらっしゃる方がいらっしゃいましたら、ぜひね、ぜひ犬の散歩していただけると嬉しいですね。はい、犬の散歩、あとはね、もし草刈り機持ってらっしゃる方がね、見てらっしゃったら、まあ目だたまにね、もちろん私もね、はい、獅子のね、対策として借りたいなと思ってますが、本当 100% ボランティア状況ですので、はい、はい、まあね、もし気づいた方がね、ちょっと買ってくれたりするとね、すごくね、嬉しいです。私もね、できるだけ頑張ると思いますのでね、できるだけですけど、はい、こんな感じでやっていこうと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよと思った方も、うーんと思った方もですね、いずれにせよコメントと高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。